ジャック・カーソンはカナダ生まれのアメリカ合衆国の俳優。1940年代から1950年代のハリウッド黄金期にコメディリリーフからシリアスな役柄まで幅広くこなす性格俳優として活躍する一方、1940年代にはラジオ番組のコメディアンとして人気になり、その後1950年代以降はテレビの小番組の司会者を務めたほか、ボナンザや トワイライトゾーンなどのテレビドラマにも出演した。これらの活躍から、ハリウッドウォークオブフェームに星を、ラジオ分野とテレビ分野で二つ持っている。また、二度見のコミカルな演技が有名で、キング・オブ・ザ・ダブル・テイクと呼ばれていた。1910年10月27日、カナダ・マニトバ州、カーマンで生まれ、その後、米ウィスコンシン州ミルウォーキーで育つ。 カールトン・カレッジで演技のセンスを磨き、190センチメートル、100キログラムの大柄な体格を生かし、デイブ・ウィロックとウィロックカーソンのコンビ名でボードビリアンとして活動する。1937年にハリウッドに進出し、RKO とエキストラとして契約、その後1941年にワーナー・ブラザースと契約する。 1940年代には妻以外の周囲の者に行き先を告げずに数週間にわたってハリウッドから姿を消すことがしばしばあった。後にクライドビーティのサーカス一座の巡業に同系役者として加わっていたことをカーソン本人が明かしたが熱いメイクで正体を隠していたためサーカスの観客がカーソンと気づくことはなかった。1963年1月2日 疑岸のためロサンゼルス園市ので死去。偶然にも同じ日に俳優ディック・パウエルも死去した。4回の結婚歴がある。2度目の離婚後、3度目の結婚までの1950年から1951年にかけてドリスデート交際していた。ありがとうございます。